こんにちは、チョコバナナです。今日はですね、じゃじゃーん、こちら千葉駅にプラザができたんですよ。私の大好きな、まあ、オープン記念みたいな感じで、このバーバパパのね、袋がショッパーみたいになってました。気になってたものと絶対欲しいと思ってたものがあって、それをね購入してきたので紹介していきたいと思います。じゃあまずはサムネでも書いてあったんですけど、こちらです。リンメルのラッキーバッグを買ってきました。中身が分かるラッキーバッグ、もう紹介されてるラッキーバッグだったんですけど、私が欲しいなと思ってたリンメルのアイシャドウが1600円ぐらいだったんですよ。これがね1300円で、アイシャドウ、リップ、ネイル2本だったから、まあこっち買っちゃったよねっていう感じです。アイシャドウも欲しかったようなブラウン系だったので買ってきました。じゃあまずアイシャドウから紹介します。ロイヤルヴィンテージアイズの010番になります。鏡とかはついてなくて、まあ、若干反射するかなって感じで、チップがついてて色はこんな感じです。私この涙袋に入れる用の白っぽいキラキラ、最近ピンクに近いようなキラキラを使ってたんですけど、こんな感じの色が欲しかったので、これを探してたので買ってみました。今日使った感じは思ったより発色が薄いかなって思ったんですけど、まあナチュラルメイクって感じで使おうかな、ブラウンはって感じなので、よかったかなと思います。次、リップはプロボカリプスリップカラーっていうものになります。これちょっと前に私すごい気になってたんですけど買わなかったんですよ。ワンデイリップマニキュアっていうことで、こっちがリップカラーで、こっちがなんかトップコートみたいになってるものになっております。でね、色がね、でもね、私が合わない色だったんだよね。ヌーディーなカラーで白っぽいっていうのかな、感じだったんですよ。私これつけるとき若干ギャルっぽくなっちゃうんだけど、ちょっと大人っぽいメイクしたいときとか、ナチュラルメイクのときには使えるかなと思って、今もね下に塗って上からオレンジのティントを重ねて使ってるんだけど、使い方によってはいい感じに馴染むかなって思ったので、これもね気になってたのですごい嬉しいです。でネイル2本はですね、こちらの2本が入ってました。濃い方が816番で、薄い方が817番です。どっちもピンク系ですね。これ夏にね、こっちのカラー、私めちゃくちゃ大好きなカラーだったので、もう私のためにできたラッキーバッグかなって思ったぐらいちょっと嬉しかったんですけど、足の爪はジェルじゃないので自分でこう塗るので、これを使いたいなと思います。ラッキーバッグの中身はこんな感じです。1300円だからね、なんか得した気分にはなりました。であとは気になってたコスメ2つ買ってて、まずはこちらです。レブロンのフォトレディインスタフィルターファンデーションっていうものの175番になります。これが多分標準色のカラーなんですけど、最近去年の夏は真っ黒だったし、冬は結構白っぽいファンデーションを使ってたしってことで、今年の夏使うファンデーションがなくて、結構去年の夏は本当に一番暗いカラー、ケイトとかの一番暗いカラーとか、メイベリーの一番暗いカラーを使ったので、この間使ったんだけど結構黒かったんですよ。だからファンデーションがないと思って買ってきたものがこちらになります。このスポンジとファンデが一緒になってるってやつなんですけど、この下をねこうくるくる回すとファンデーションが穴から出てきて、これをこう塗ってくっていう感じなんだけど、今日初めて使ったんですけど、率直な感想としてはスポンジにしてはちょっと重いし、なんかって感じ。ちょっと使い込んでみてレビュー動画なんか出したいなと思います。コスメ最後なんですけど、これが一番欲しかったやつです。こちらでーん、エクセルのリップケアオイルの05番のアイシーダズルっていうものになります。青のラメがキラッキラに入ってるんですよ。今も使ってるんだけど、本当にこうぷっくり見えるの分かりますか。このほら、光によってぷっくり見えるんですよ。これかわいい。去年の夏発売されてたものらしいんですけど、ずっとねこれが発表されてからずっと欲しくって、もう速攻買いました。青系のラメが結構入ってるものになってて、本当にキラッキラなんですよ。ちょうど春ぐらいから使ってたチェリーダズルっていうピンクみがかった方のリップケアオイルがなくなりかけてたので、新しく同じのを買おうか迷ってたんですけど、これが出るってことでこれを出るのを待ってました。本当に可愛いし、私は寝る前なんかも塗ったりするぐらい結構お気に入りのリップオイルになってます。縦じわとかシワが目立たなくなるのですごいおすすめです。で最後、飲み物を買ってて、今ここにないんだけど、ちょっと新ここら辺に出しておきます。こちらを買いました。すごいツイッターで回ってくるぐらい、なんかスイカそのものの味みたいな感じでみんな飲んでるスイカジュースなんですけど、私スイカジュースめちゃくちゃ大好きで、カリンカリンっていうとこ のフレッシュのもうなんか絞りたてスイカジュースみたいなのを本当に見かけるたびにいつも飲んでるぐらい大好きなんですよ、フルーツジュースの中で。でそれが飲めたらなと思って買ったんですけど、まあ、確かにスイカ味があったんですけど、スイカ 100% って書いてある割に
なんかミルクっぽい感じ、スイカミルクみたいな感じの味でした。結構マイルドな感じ。これも美味しかったです。スイカ好きにはね結構いい感じのドリンクかなと思います。こんな感じで今回の購入品は以上になります。気になってたコスメがね結構たくさんあって、店内をね30分ちょいぐらい人めちゃくちゃいたのにちょっと探索してしまったんですけど、他にもすごいたくさんお店が増えてて、ちょっと千葉駅探索しきれなかったので今度またゆっくり行きたいなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。